すいません、誰かいます？どちら様で？まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょう。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前この店を出た後殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ？警察じゃないでしょう。カムロ町の探偵だよ。矢上探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ。そんな前のこと覚えてねえよ。いや別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店テーブルに女の子がつきますよね。できたら橋木さんのとこについてたことを話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けてメンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。よう、この店今女の子募集中なんだな。ああ、じゃあこの子なんてどうだ？即採用だろ。へえ、まあそうだね、悪くはないね。悪くはない？この女の子で？ずいぶんハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外の個性や魅力が大事なわけ。どういうつもりだ海藤さん。あんた真冬に怒られるぞ。橋木と正野が何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃバッチリじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。そんなの頼めるわけないだろ。じゃあこっちの子は？沙織さん？無理だって。真冬でまあ悪くはないねだぞ。他にいねえだろ。誰これ？紹介してもらえんの？は？この写真じゃ地味に見えるけど。いいね、磨けば光る。俺にはわかるよ。星野くんが前に言ってたんだよ。沙織さん、あれ実は相当いい女ですよって。マジかよ。あんたここの店長か？ああ。その女の子ぜひ連れてきてよ。実物見てみたいから。でよかったら文句なしで即採用するよ。任せとけ。じゃあまたな。行くぞタボ。たくも期待してるよあんたたち。というわけで沙織さんをキャバ嬢として送り込む。これ以上手っ取り早い道はねえぞ。簡単に言うけどさ、だいたい沙織さんがオッケーするか。彼女だったら食いもんで釣れる。美味しい和菓子の差し入れとかでよ。なんかとびきりのやつで。和菓子だったらしょっちゅう差し入れしてる。今さらそれぐらいで釣れるか。だからこれまで差し入れたことがないくらいとびきりの上物にするんだよ。ん？それってどんなの？俺が知るかよ。スイーツ探しはお前に任せた。たく、言い出したのは海藤さんだろうが。Thank you.
矢神氏、何でしょう。ちょっと探してるものがあるんだ。おお、今度は何をお探しで。和菓子には目がない超甘党の女子が絶対に食いつくようなとびっきりの一品。やがみし、古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られる女子はいるのですか。いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。そうなのですか。ならばいつも通りユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。矢神氏よ、他のワードを追加して絞り込んでみましょう。減ったようですが、まだ全然多い。ターゲットはあんこが好きなのですかね。いや、割と何でもいける。だとすると違うワードにした方が良さそうですね。おお、素晴らしい。一つに絞り込めましたぞ。マジか、やったな。矢神氏、いや、残念ながらこれはハズレだ。違うワードでやり直してみよう。ダメですね。全然減っていませんぞ。限定の抹茶味はありふれたもののようですな。なんだよ、どこのメーカーも似たようなもんばっかり作りやがって。抹茶の線は避けた方が良さそうですな。違うワードでリトライしてみましょう。いいですね、かなり数が減りましたぞ。なるほど、軽眼ですね。お菓子そのものではなくお店の方に絞って検索してみたのですか。ああ、新規オープンしたばかりの店の和菓子ならさすがに食べたことはないはずだからな。さすが矢神氏ですな。ここからさらに絞り込むのは簡単ですぞ。ああ、カムロ町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ、京都で有名な老舗の竹光が神室町の七福通りで新規オープンですと。ビンゴ、そこに行こう。でも矢神氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった。Thank you. ま、健闘を祈りますよ。